はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一です。これより記述式基準点突破ナビ講座第2回の講義開始してまいります。まず基準点の確認ということで、この基準点が分からなければどこまで対策すればいいかっていうのが分かりませんから、ちょっとまずね、画面の方に移してみたいと思います。はい、ということでまず基準点の確認です。はい、過去5年分が映ってしまってはいますけれども、平成29年に関しては、午前択一75、午後択一72、そして基準点、記述基準点は34点の年でした。過去5年間パーッと見渡す中ではどっちかというと低い方ですよね、記述の基準点で。そして基準点合計181点、合格点、合格最低点207点ですから、上積み、いわゆる上積みを26点取らなければいけなかった年だということです。ただ、択一午前択一午後がそれぞれ、問題数にすると25問24問、そして、26点を超えてくる、差分の26点を埋めるためには9問正解すれば、プラス9問正解すれば合格に至る基準点、記述が基準点ぴったりだとしてね、ということなので、択一の方で稼いでいく方が楽なのかな、逆に言うと34点しか記述の基準点がないということは、若干苦しまれた方も多かった年なんだろうという想像がつくということです。片っぽがね、70点満点なので、片っぽが満点だったら片っぽが0点でも受かる年ではあったという言い方はできるんですけれども、やっぱりこの情報を見ていくと、一番上にある平成29年に関しては、難しめな問題だったのかな、皆さんが点数を取りにくいタイプの問題だったのかなということが言えるんじゃないかなというのが、この点数を見る、かつこの5年間の数字を見る中では下から2番目の基準点ですから、その年の、択一基準点を突破した方に、した方々にとっては、若干こう組みしにくいタイプの問題だから、平均点が5割を切っているという状況だというふうに私は理解をしています。なので難しかったのかな、なので、皆さんがこの29年の問題を改めて解いていただいた時に、もし難しさを感じていたとしても、それは平成29年の合格者の方々もやっぱり難しいと思った試験なんだということでね、まずこのあたりは割り切っていただいてよろしいんじゃないかなと思います。はい、ということで34点。じゃあ、具体的なこの難易度というお話をしていくんですが、今後必ず不動産登記だけ、あるいは商業登記だけという形でお話をするのは、やっぱりトータルで70点、トータルでの勝負なので、若干ナンセンスかなと思います。なので常にこう不動産登記法、商業登記法、その年の出た2問をこうバランスを考えながら判断をしていく必要があろうかということで、お話をしていきますけれども、まず難易度としては、じゃあ不動産登記と商業登記どちらが難しくまず皆さん感じられたでしょうか。私も実際に問題を解いた、当然ね、解いた上で、このお話をさせていただいているんですけれども、やっぱり不動産登記の方が、問題文の読みにくさというのもありますし、情報がいっぱい詰まってて、はい、それではここから記述式基準点突破ナビ講座第2回のユニット2開始してまいります。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということでユニット1で平成29年の問題の総括を、不動産登記法、商業登記法を合わせて記述式全体としての総括をさせていただいた、これがユニット1の内容でした。じゃあ、それを踏まえて、あとはユニット2では不動産登記法、ユニット3では商業登記法、それぞれ、各論的な内容ね、それぞれの問題に沿った、着目すべきポイントを、皆さんと共有していきたいということで進めてまいります。はい、それでは早速ですが、不動産登記法に特化したお話ということになりますので、じゃあ、ユニット1のね、最後の方でちょっと見ていただいた内容ではあるんですけれども、改めて、回答、模範回答を見つつ
結論としてこのあたり、なんとか、正確に対応しておいていただきたかったですという、まず結論の方から見ていって、その結論に至るために何すればよかったのという形で順次こう戻っていくような、ね、スタイルを取ってみたいと思います。はい、ということで改めて移しますが、まあ、緑色と黄色でそれぞれ着目すべき点を形式的なところと実態判断的なところ、判断と形式に分けた形で、まあ、説明していきますけれども、まあ、第一欄メーヘントーキーを書いていただきたかったというのは当然なんですけれども、今回共有者の中の一人の住所が変わっていましたので、これも当連等でよく拝見します。共有者誰それのといったところが抜ける記載になっていることが結構多いので、こういうところで逆に言うと減点を食らわないようにしないと取れている論点で点を落とすということが起きますから気をつけてあげてください。あとは次に構成登記、まあ、なかなか書く機会がないのですが、今回最終的に河野一郎単独所有にしようというふうにしています。なので、構成後の事項として所有者河野一郎というふうにしてあげたいので、この所有者河野一郎という記載はできればひな型ベースでも書けるところ、ひな型ベースの知識でも書けるところですから対応していただきたかった。あとこれ以降の回答欄全てに影響してくるものではあるんですけれども、結局のところ、まあ、今回、代で共同相続登記が入っているということは何を言っているのか、つまり、当事者たち河野一郎の相続人たちが登記申請人になっていないので、登記識別情報がこの河野太郎の相続人に行き渡ってないという事実、ここに、着目していただきたかったんです。もちろん問題文の中にも、この答えを誘導する箇所があったので、そこから気づいていただけた方もいるとは思うんですけれども、ですから登記識別情報を提供することができない理由、不通知、この文言が今後、至る箇所に出てきます。結局この河野一郎、花子二郎、三郎たちが、義務者になったりするケースでは登記識別情報を出したいんだけれども出せないという理由で、この不通知という言葉がそこらかしこに出てきますので、逆に言うとこれはヒントが問題文上にありましたから、なんとか気づいて書き漏らしのないようにしていただきたかった。これも十分、注意力を上げておくことでそんなに難しいこと考えずに、点数取れるとこなので、逆に言うと落とさないでいただきたかった箇所になります。あとはこの構成の権利者は結果的に河野一郎単有になるので、所有者河野一郎はいいと思うんですが、義務者のところ花子二郎三郎すべて挙げることができていたか、一人二人欠けていないかどうか、ね、確認をしてあげてください。次、まあ、皆さんを悩ましている登記原因証明情報なんですけれども、まあ、ここで見ていただいているような、まあ、いわゆる本当の模範解答を書き切ることはやっぱり難しいと思います。じゃあそれに対してどういう対策をすべきかという話も、まあ、第1回でもお話しさせていただいてはいるんですけれども、なかなかここまで書き切るのは難しいです。ただ要素として本問の場合は第1欄2件目のこの構成登記をするためにはどういった原因が積み重なってこの構成登記につながったのかというお話をしたいわけですから、要素として、まあ実は河野太郎の死亡っていうのはもう書いてある前提で、それ以外は求められているので、まあ、河野太郎の死亡をね二重に書いては本文の回答としてはいけないということになるんですけれども、まあ河野三郎が相続放棄をしてるんだ、だから遺産分割するけど、ここの遺産分割協議には河野三郎は入ってこないんだ、まあ逆に言うとここで特別受益の話も一応あるはあるんですけども、そのあたりを含めてじゃあ特別受益者が相続人で亡くなるのか等々の論点ありますが、まずは相続放棄の事実、そしてそれで遺産分割協議の当事者が確定しますから、そして遺産分割協議が行われどういう結論が出されたか、河野一郎単有ですよね。そしてそのまま登記をしたいんだけど、もうすでに、共同相続登記が入ってしまっていると、
で、この共同相続登記が入っているのが、もっと細かいこと言うと、5月5日にもう協議されてて、河野一郎担忧って決まってるのに、その後の5月23日の登記で共同相続が入ってるからおかしいんじゃないかということで、公正登記、こんな流れになって、まあ、この判断がある程度できていないと、逆に言うとこの公正登記が書けないはずなんですね。なので、この2件目の登記と登記原因証明情報は当然表裏一体ですから、2件目の登記が書ける方であれば、ある程度この黄色くマークを引いたようなところの要素は盛り込んだ形で、なんとか点数を1点でも2点でも 0.5 点でも多く取れるように書いてあげる。ですから、登記原因証明情報はやっぱり完璧に書き切ることは難しいというふうな認識のもとに、じゃあどうしたらある程度点数が取れるか、そのためにはその登記をなすべき登記を構成した要素って何だろうっていうのをこう埋めていくしかない。だから多少の過不足は出るのはもうこれはしょうがないという前提で対応なさった方がいいと思います。次、第2欄ですけれども。